こんにちは。こんにちは。バンドリュウジです。今日はですね、ウマミネラルプロジェクト、聞いてください。ウマミネラルプロジェクト、そうです。その一環でこれやってきましたね。暑かったらやっぱしっかり水分を取る。で、水分を取るだけじゃなくて、水分の他に何が必要でしょうか。はい、塩分。塩分と他に汗が出たらね、塩分出ていくのよ。大事になってくるのはミネラルね。そのミネラル、塩分入ってるのがこれです。じゃん、はい、フジッコは何ですか。塩昆布。そうです。フジッコの塩昆布を食べれば、また塩分とミネラルが体に入ってきます。これはどうやって食べるでしょうか。このまま食べる。正解。はい、正解。他は、はい、はい、ふりかけに使う。正解。フジッコの塩昆布を今日は皆さんにプレゼントしますから、これをいっぱい食べてサッカー頑張ってください。はい、はい、どうぞ。はい、夏とか特に汗が出る。でもやっぱサッカー頑張りたい。そういう時はこのフジッコの塩昆布を食べて復活して、また楽しくサッカーをやってください。わかりましたか。はい、いくぞー。